かしやる。あ、そうなんですか。あれ、キャプテン翼さん。東京、お父さんが藤枝出身で、仕事なんて言うか知らないけど、で、小学校のちなみにサッカールームが藤枝に来たんですよ。まあ、おじいちゃん、お母ちゃんが来たんだけど、何を思ったら小学校に連鎖されてるのか、で、小学校5年と5年生の子だったんですよ。パズルもあるそうなんですよ。パズル先立つこと、4、5年前か。で、中1から高校生世代まで、
個人的な思いになってる。
Thank you.
監督だったかな、小峰監督の名人に使われて、それもどうなんですかね。星稜高校9番森山さんに伺いまして、本日の番は長谷川太郎がありました。
シンプル